はい、お疲れ様です。まひめ大学の特別講義でございます。今回は人生を変えたい人がやるべきことっていうことでね、あの、なみさんの方、一生懸命お話しくださってたんですね。それで聞きながら私思ったんですけども、すごくシンプルに考えて、人生変えたいと思ったら、睡眠を変えることだと思うんですよ。寝るってことをね。まあ、なぜなら人間ってのは生まれてから死ぬまで、 起きている時間と、起きていない、起きている時間と、寝ている時間の二つに分かるんですよね。当然ですけども、寝てる間にできることは、まあ、体力の回復ぐらいしかないわけですよ。で、睡眠は私すごく貴重だと思うんですよね。貴重だと思うんですけども、でも、起きてる時間より貴重かっていうと、まあ大体ね、そういう瞬間はあるにしても、ほとんどの場合が、寝てる時間よりも起きてる時間の方が、 大切なんじゃないかなと思いますねだからといって不眠不休でやれってわけじゃないですよ、うん、寝る時間も時においては起きてる時間よりも大切になることがあるっていう前提ですけどもその時は極めて少ないんですよなぜなら人は起きてる時にしか物事を進められないんですよね寝ていて動くことってあんまりないんですよまあ唯一あるとしたら投資家になったら寝ていても 自分の利益は増やしてていけけるってことがありますけどもそうじゃない限りは経営者となって自分が現場に行かなくても働かなくてもいいような体制を作った時に初めて寝ていてもお金が入るとかね寝ていても物事が進むっていうことになりますけどもそれはあくまでも他者の時間を犠牲にすることの上に成り立つものであってあんまりフェアではないかなと思うんですよね。まあ、どちらにしてもね私たちが寝る時間を惜しんで何かをする時って 寝るるよりも価値があることを見出した時なんですよ。でも相変わらず睡眠不足なのに起きている間にポチポチくだらないゲームをやったりとかね誰かのしょうもない相談ごとに付き合ったりとかして本当にそれででいいのかなと思うんですよ。確かに人から相談されるとちょっと嬉しい気持ちになって答えたくなる気持ちは分かりますけども自分の睡眠時間を10分20分削ってまでやることなのかなと。その相談ごとにに、えてる間に 自分の大切な人にできることはないのかなっていうふうにこう比べてみるとそんなことやってる場合じゃないよねっていうふうに気付くことが多いんじゃないかなと思うんですよね一見こう言うと冷たい人のように思いますけども実はね自分の好奇心だけで誰かに付き合うっていうことほど冷たいことはないかと思います興味がありませんというふうに突っぱねることによってその人は本当に興味がある人に対してアプローチすることができるわけなんですよね でも興味があるふりをしてねその人に付き合って冷たい人と思われないように自分を演じることっていうのは、まあ、随分と自分の人生を変えない方向に <laughs> 進めていってしまうんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあでもほとんどの人がそうだと思いますんでねそれでまあ,あの相対速度ってのはあんまり変わらないと思いますけどもいや私はね そのインターネットの掲示板とかで誰かが悩んでいてそれに対して誰かが答えるみたいなことを見に行くのはアフィリエイトの仕組みを使う時以外は作業としてねする時以外はないですよねだって自分の身の回りに起きてることの処理だけでも間に合ってないわけですよ、ね、そうでしょうなのにどっかの誰かから求められたわけでもないところにのこのこ出かけていってそこに首を突っ込む暇はないわけですよつまりはどっかの掲示板見たりとかね ななななんんんかそんな暇ないわけなんですよねもちろんゲームをする暇もありません。なぜなら人生が最も面白いゲームだからなんですよ。誰かが作ったスマホゲームなんて面白くもなんともないですからね。はい、ということでね、今回は人生を変えたい人がやるべきことの中で睡眠について真面目に考えてみたらどうかなっていうふうに思ったんで動画にしてみました。皆さんどのようにお感じになったでしょうかでは。